皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は堺東方面への普通電車に乗車しています。南海高野線堺東駅周辺の高架化計画の現場を撮影して、その情報を皆さんと共有いたします。どうぞご覧ください。南海高野線は大阪市浪速区の塩見橋駅から西成区の岸の里玉出駅を経由し、和歌山県伊都郡高野町の極楽橋駅までを結ぶ南海電鉄の鉄道路線です。一般的には難波駅から極楽橋駅までの運行系統を指し、高野山ケーブルの高野山駅までを含め高野線と呼ぶことが多いです。岸の里玉出駅と極楽橋駅の間と線路が分断されている塩見橋駅と岸の里玉出駅の間の路線には塩見橋線という通称がついています。塩見橋駅と極楽橋駅の間の南海高野線の路線距離は 64.5km、 期間は狭軌の 1067mm を採用、紀州天駅を含む駅数は42駅です。また泉北高速鉄道線との相互直通運転により、泉北ニュータウンから大阪市内への通勤客輸送を担っています。その南海高野線では連続立体交差事業の計画が進んでいます。事業区間は大和川鉄橋を渡ったあたりから大阪中央環状線付近までの区間で、事業延長は約 3.2km です。高架化される駅は浅香山駅と堺東駅の2カ所、除却される踏切数は10カ所です。概算事業費は約565億円で、関連事業として速道整備、駅前交通広場の整備などが行われます。2009年平成21年4月に国から着工準備採択を取得し、2021年令和3年8月には都市計画が決定されました。着工準備採択とは、連続立体交差事業などその事業化に向けた調査検討に入る事前において、その事業の必要性などを国に認めてもらう手続きのことです。大和川に架かる鉄橋を渡ったこの辺りから連続立体交差事業が始まります。また2022年令和4年3月28日付で事業認可が取得され、地域住民など関係者に向けて適時説明会が行われています。なお高架工事は2030年度から着工される見込みで、事業完了は2040年度頃を予定しています。この連続立体交差事業は都市計画事業として堺市が事業主体になり、鉄道事業者である南海電鉄と協力して施行するものです。電車は大阪府堺市堺区高須町3町にある浅香山駅に到着しました。浅香山駅は相対式2面2線のホームと橋上駅舎を持つ地上駅です。浅香山駅は高架化事業に伴い高架化される駅の一つになります。かつては橋上駅舎自体にバリアフリー設備がなく、車椅子利用者のための専用通路とインターホンが上下ホームともに設置されていました。2011年のバリアフリー化工事に伴ってエレベーターが設置され、この問題は解決しました。電車は浅香山駅をゆっくりと出発して、浅香山1号踏切を通過しました。浅香山駅周辺の区間では、線路の西側向かって右側に仮線路を敷設する、仮線方式で工事が行われる予定です。南海高野線は南海本線と比べて高架化の進捗がやや遅れています。特に大阪市内の我孫子前1号および沢野町4号の踏切については、朝夕のラッシュ時を中心に激しい渋滞が続き、グリッドロック現象が発生し交通が麻痺している状態です。グリッドロックとは、交差点などの上で渋滞が発生し車が動けない状態になる現象のことを言います。市民から改善を求める声が上がっており、大阪市が現在調査を行っている状況です。そんな大阪市内の南海高野線を尻目に、堺市内で先に高架化事業が動き始めました。浅香山6号踏切を通過しました。
続いて浅香山7号踏切を通過しました。都市計画道路北公園布瀬線の高架の下を通過すると、間もなく堺東駅に到着します。北公園布瀬線の高架はそのままで、南海高野線の高架がさらにその上を通過していく計画のようです。堺東駅は島式2面4線のホームと橋上駅舎を持つ地上駅です。堺東駅の1日平均乗降人員は約6万人で、南海電鉄全駅中他線への乗り換えがない単独駅としては第1位です。堺東駅には特急線ボクライナーを除く全ての営業列車が停車します。また堺東駅では快速急行、急行、区間急行と各駅停車とで緩急接続が行われています。堺東駅に到着しました。この堺東駅の周辺では直上方式での高架化が計画されています。直上方式とは、仮線を設けずに営業線の真上に高架を建設する工法です。仮線用の事業用地を確保する必要がないメリットがありますが、日中の営業中に可能な工事が限られるデメリットもあります。大型商業施設と大型マンションなどに挟まれた狭い空間でどのように高架化工事が行われるのか全く見当がつきません。相当な難工事になることは間違いないです。堺東駅のすぐ南に位置する堺東1号踏切を通過します。堺東1号踏切は交通量はさほど多くないですが、堺東駅の西口と東口とを移動するのにネックになっている踏切です。電車は次の三国ヶ丘駅に向けて進んでいます。堺東2号踏切を通過しました。この辺りでも直上方式での高架化工事が予定されています。この辺りは住宅密集地域なので難工事が想定されます。左にカーブし、堺東3号踏切を通過するこの辺りで施工方法が直上方式から仮線方式に変更になります。この付近には長山古墳、大仙廟古墳などの大小さまざまな古墳が広がっています。その中で大仙廟古墳は日本最大の古墳であり、世界文化遺産として登録されています。不動2号大阪中央環状線の手前までのこの辺りまでが連続立体交差事業の工事区間です。大阪中央環状線の下を通過すると間もなく三国ヶ丘駅に到着します。三国ヶ丘駅は大阪府堺市堺区高陵中町2丁にある相対式ホーム2面2線と橋上駅舎を有する地上駅です。三国ヶ丘駅は南海高野線と JR 西日本の阪和線が接続しており、乗り継ぎ客が多いのが特徴です。南海高野線堺東駅周辺の連続立体交差事業の工事予定区域を撮影して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。